これは名古屋市南区に設置された防犯カメラの映像。そこにやってきたのは、帽子をかぶりジャンパーを着た一人の男。住宅の玄関先から自転車を引っ張り出しました。カゴと荷台をよく見ると、大きな袋を積んでいるのがわかります。この男はその後、鳩の餌やりをめぐり傷害容疑で逮捕されました。村永芳雄容疑者、64歳です。男性らはこの辺りで被害に遭ったということです。現場付近には今も血の跡のようなものが残っています。餌やりを注意したことで暴行を受けたという男性がその時の様子を明かしてくれました。普通、鳩かわいいから餌をやるという量じゃないんでね、異常な量なんで、それはおかしいでしょと。鳩を餌あったまいかねえって、旦那のところに巻かないでよって、なんでだろう、俺の勝手だろうとかね、いう話で。男性が犬の散歩をしていると餌が巻かれた跡を発見。辺りを見るとベンチに腰掛ける村永容疑者が。男性が注意をすると、巻いちゃいかん方なんかあるんか。注意したことに逆上し、ほうきで男性を殴ったといいます。さらに止めに入ろうとしたもう一人の男性も突き飛ばされ怪我をしたということです。殴られて、ここね、仰向けになったんですよ。耳鼻科の方に診察したら、一応尾骨骨折という診断書をくれました、ね、今でも鼻かむと血が出てくる。止めに入ろうとした別の男性も飛ばされて、あそこで頭打って、ここもこれ、はい、多分これで切ったんだと思うけど。男性の頭には痛々しい跡が。鳩をめぐり男性2人への傷害容疑で逮捕された村永容疑者、実は3年前から有名な人物でした。すいませんけれども、カメラに勢いよく水をかける男。これは当時の村永容疑者を撮影した映像です。自宅の前で鳩に餌を与え、近所の住民が糞などに悩まされていました。そして一昨年、今回と同様の事件を起こし裁判沙汰に。当時法廷では、やめようと思っています。鳩への餌やりをやめることを話していました。その後有罪判決を受け執行猶予中だった村永容疑者。それにもかかわらず、村永容疑者の餌まき行為はエスカレートしたといいます。出てきたらその日にやってる。さらに袋に入った鳩の餌を自転車に乗せ、自宅から離れた複数の公園に通い、定期的に鳩に餌を与えていたということです。今回村永容疑者が餌をまいてトラブルになった公園も、自宅アパートから4キロ以上離れた場所でした。この公園では鳩の餌やりは禁止されています。しかし村永容疑者が餌をまく姿はたびたび目撃されていたといいます。そこで反省してもらえればいいけど。調べに対し村永容疑者は、公園で鳩に餌をやっていたことを注意されて腹が立ったなどと容疑を認めていて、警察が捜査を進めています。